アバガンは、ロシアのシベリア南部にある、ハカス共和国の首都である。人口は、2002年国勢調査で165,197人、1994年1月1日の、推定人口が159,027に所在し、ハンブルクやミンスクとおよそ同じ度にある。アバガンは、ミヌシンスクボンチの中央部、 エニセイ川とアバカン川の合流地点に位置している。アバカンの景観は5番目上の道と確率的なビル群からなる。アバカン要塞はこの地に1675年に建設され、アバカンスクとも呼ばれた。ロシア帝国ではエニセイ県に属し、1823年から1931年までの間、拡大する入植地はウスチエバカンスコへと呼ばれた。 1914年から1925年までは、アバカン。1925年から1931年までは、ハカスクとも呼ばれた。アバカンは、1931年に、町としての位置づけと現在の名前を与えられた。アバカンには、履物、食品、金属製品を製造する商業の中心地がある。アバカンには、近代産業、 博士国立大学そして三つの劇場がある。ロシア軍に採用された突撃銃、アンマイナス94がアバカンの故障で呼ばれているが、これはこの地に要塞が存在したことに由来しているという。アバカンは大ェトと,と共に重要路線であるアバカンイコール大鉄道の終着駅であった。現在は鉄道の重要な分岐点であり。また加工。 アバカン国際空港もあり、交通の要衝となっている。ありがとうございます。